はい、それでは続きまして、今度のエクササイズですが、次はですね、脊柱と言いまして、脊柱は背骨のことを指します。そちらをアプローチしていくエクササイズを行っていきます。脊柱は3つの部位で構成をされています。まずは首の頸椎、そして胸の裏側にある背骨、胸椎、そしてその胸椎の下、腰のところにある腰椎、以上の3つを総称した背骨の言い方、これが脊柱と言います。この脊柱の骨の位置ですね、がずれていくと、まずよくある猫背の姿勢であったりというような不良姿勢を乱してしまいます。またそういった不良姿勢から筋肉や関節にストレスがかかって、負荷がかかってしまいますと、例えば首であればですね、肩こり、腰痛、背中の張りなど体の不調がどうしても起きてしまうような、そういった原因になりかねません。そこでまず最初に行っていくのは、この3つの構成要素である脊柱の中でも頸椎という首の部分のアプローチ、こちらを行っていきます。まずはこのような、マットの上のに寝ていただきまして、こちらですね、こちらは、ハーフロールとも言いまして、トレーニング用の道具になっています。このハーフカットを首のところに当てていただいて、そこからエクササイズになります。次にですね、膝と足ですが、膝を曲げていただいて、両膝と両足がしっかりとくっついている状態を作ってください。そして両手は少し手を広げていただいて、このように楽な姿勢をとっていきます。はい、それでは準備ができましたら実際にエクササイズを行っていきます。まずはしっかりと大きく息を吸っていきます。次に息を吐きながら横を向いていきます。そして息を吐き切ったら吸いながら正面に戻していきます。今度は逆です。息を吐きながらふーゆっくりと横を向いて、息を吐き切ったら今度はゆっくり息を吸いながら顔をまた正面に戻していきます。では反対です。はい、こちらの動作を繰り返し行っていきます。注意点としては、呼吸に必ず動作を合わせるように行っていただきたいので、息を吐くタイミングで顔の向きを横に向けましょう。そして息を吐き切って吸いながら顔の向きを正面に戻していきます。また首から下についてですが、両肩から下はしっかりと地面についた状態を作っていただいて、最後に自分のですね、この首の動きが許す範囲で、無理のない範囲で大きく左右に首を動かしていきましょう。はい、次は先ほどと同じポジションを取っていただいたら、息を吐きながら横を向いて、そして横から今度は顎を上に上げていきます。息を吐き切ったら吸って顎をまず一旦引き、そのまま吸いながら正面に戻っていきます。このようにこの横を向いて顎を上げるまでの間は、息を吐き続けてください。逆に息を吸うタイミングで顎を引いて正面に戻すところまではしっかりと息を吸い続けます。このように息を吐いて、でこの時に、そのまま吐きながら上に向く。次は息を吸いながら顎を引いて正面に戻る。こちらの、動きとですね、呼吸を連動しながら行っていきます。注意点としては先ほどと同じになります。首から下、この両肩、から下ですね、
はしっかりと地面についている状況を作っていきます。そして、首の動かす範囲ですが、こちらは無理のないように、ご本人の可能な範囲、首の動きを出してあげるようにしましょう。それでは続きまして、3つ目のエクササイズですね。こちらも同じく頸椎、首の骨とその周りの筋肉に対してアプローチを行っていきます。それでは先ほどとまた同じポジショニングを取っていただきます。次両手を組んでいただいて、で親指を立てます。この立てた親指は顎の下に、持っていきます。そして、呼吸と動作ですが、息を吐きながら、顎を上に上げていきます。その際、自分で顎を上げると同時に親指、両方の親指で顎をしっかりと上げていきます。そして今度は吸うタイミングで顎を引いていきます。そして、吸い切ったらまた吐きながらふーっと大きくゆっくり息を吐いていって、でまた吸っていきます。こちらを繰り返し行っていきます。こちらも先ほどと同じ注意点になってきますが、まずこの首から下ですね、はしっかりと地面に設置している状態を作っていただきます。動作ですが、ご本人の無理のない範囲で、首のこの上下の運動を行ってあげます。そして、呼吸と動作は連動しているので必ず顎を上げるときは息を吐き続けます。そして息を吸いながら元に戻していきます。はい、以上になります。